何かが来る、何かが来る。なんだなんだ、柱動いてんの。おーおーおーおお、マダンって来た。マダンって来たんだか、わかんないわ。弾が出なくて。あぶねえ、あぶん、何これ、ええ。はい、どうも、キジンです。はい、ということでね、今回もサンブレイクやっていきましょう。ということで、よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今回もですね、無料タイトルアップデート第5弾ということでね、まあ、来ております。いや、テンション高えわ。さっきね、アマツ行ってきたんですけど、まあ、続けてね、カイコフ、シャガルマガラの方ですね、まあ、行っていこうかなと思います。まだね、アマツの興奮が冷めておりませんと。いや、マジストーリー良かったわ。ということでね、まあ、今回も頑張っていきましょう。それじゃあ、レッツゴー。よし、ということで、まあ、今回のクエストですね。いた。はい。海克服シャガルマガラということで、まあ、海克服らしく、オレンジのね、まあ、アイコンになっておりますと。いや、普通のアイコンどんなんだったかな。あ、これか。黒の中の白ということでね。まあ、こういう感じになっておりますけど。まあ、羽のところが、まあ、海克服だとオレンジになってて、なんか角のところとか黒くなってるよね。もうゴアマガラに逆戻りしてるやんみたいな感じのね、見た目になってますけど、まあ頑張っていきましょう。で、研究員バハリさんですね。新たなモンスターの目撃情報だ。なんと開花したが強大な力でそれを克服した個体らしい。こいつは手強い相手になるぞ。気を引き締めて調査してくれ。それから研究が進めば特別な装備も作れるようになりそうだと。まあ、今回もね、専用スキルみたいなね。いや、すげえ楽しみなんだけど。はい。ちょっと行ってみましょうか。で、目的地、塔の秘境ですね。まあ、頑張っていきましょう。それじゃあ、レッツゴー。はい。あ、盟友行けるんか。じゃあ一応、回復担当で日の江さんと、前回ね、熱かった渦主国が行きますが。いや、やっぱこの組み合わせ最強なんだよな。で、まあ、今回の飯なんですけど、まあ、初見ということでね、普通に医療術と、お団子早替えの術これつけていくとさ、もうだいぶ安心なのよ。で、まあさらにね、まあ今回のね、アップデートで新しく KO 術関係のね、スキルが追加されたということで、まあこっちもちょっとつけておきますと。はい、じゃあ行ってみましょう。よし、OK。よし、ということで装備の方ですね、見ていきましょう。こちら。まあ、今回ね、初見攻略に使うハンマーなんですけど、まあ、こちらね、救済のザシュラ。言いにくい。選択しましたと。まあ、シャガルマガラが、竜属性が弱点ということもあって、まあ、竜属性ハンマーにしようかなって思ってたんですけど、今回ね、まあ、新しいスキルが追加されたということで、まあ、こちらのね、ハンマーにいたしましたと。ということで、まあ、回連性含めまして、まあ、攻撃力355。切れ味が紫ゲージ、長めですね。で、流速性もね、回連性含めまして、68と、まあまあ高くなっておりますと。で、回心率がね、まあ、0% っていうところで、まあこれ結構使いやすいですね。で、スロットもレベル4が空いておりますと。で、まあ今回のね、目玉が、この百竜総長金がね、レベル1しかつけられないっていうところですね。まあ、他の竜属性ハンマーだと、レベル2とかつけられちゃったりするんで、まあ、このね、百竜装飾品レベル1っていうのが、まあ、結構ね、いいんじゃないかなと思っております。で、まあ、今回のね、百竜スキル、ためだ強化ということで、まあ、これね、ハンマー専用のスキルが、もう追加されましたと。アマツをね、討伐すると、まあ、アマツの素材でね、まあ、こちらの百竜装飾品が、まあ、作れるようになるんですけど、まあ、ハンマーのね、ため攻撃がヒットした際に、気絶値が上がるということで、まあ、こちらね、ハンマー専用の、はい、気絶値最強の武器になりますよっていう感じになっております。まあこれね、まあ、KO 術とか、あと、お団子 KO 術、あと、福間共鳴のね、多分、気絶値上がるやつも重複するかなと思いますんで、まあ、結構ね、それ4種類組み合わせたらかなり気絶させられるんじゃないかなってことでね。まあ、ちょっとこのスキルには期待しておりますと。で、回連性が攻撃力プラス35、属性プラス35、切れ味プラス10となっておりますと。
まだね、ちょっとね、もう一段階上げられるやつできてないですけど、まあ、今回ね、初見ということでね、まあ、頑張っていこうかなと思います。んで、防具の方ですね、上から見ていきましょう。頭の方から、リバルカイザー、リバルカイザー、格用の歴、マガヨロイオン、格用の歴となっております。回連星ね、まあ、ちょっと優しめなのかなっていうところで、頭の方が、まあ、とりあえず KO 術ですね。はい。あと、ま、体力回復量アップもね、まあ、今回ちょっと使っていけるかなっていう感じになっております。胴体の方が、号外シュラと。で、まあ、スロットプラス1とついております。頭の方にね、まあ、粉じまといついておりますんで、まあ、こちらね、胴体の粉じまとい消してありますと。腕ですね。まあ、とりあえず今回必要なのは、号外シュラだけですね。まあ、蓄積時攻撃評価はいらない感じになっておりますと。スロットもね、プラス1にしてあるんで、421になってね、まあ、組みやすくなるかなと思います。腰ですね、スロットプラス3となっておりまして、まあ、こちらね、442になりますんで、まあ、かなり強くなるかなと思います。まあ、ぜひ作ってみてください。足がスロットプラス2と。まあ、こちらもね、スロットプラス3できれば、442できるんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、今回スロットプラス2で大丈夫かなと思います。ということで、お守りの方ですね。こちら。まあ、今回ね、追加されたマカレンキンですね。まあ、アマス倒すと作れるようになるっていうことで、まあ、やってみたんですけど、いや、すげえいいのがボロボロ出るんだわ。もうこのね、このランクの攻撃3、回生の3。で、まあ、スロット411と、まあ、これ結構ね、いい方かなと思うんですけど、まあ、これ以上のやつも普通にボロボロ出るんで、マジでね、これだけ回してればいいや、みたいなね、感じになっております。まあ、蓄積時攻撃強化とか、あと、ま、福間共鳴とかもね、まあ、ちょっと出てたんで、いや、これは回す価値ありですよ。もう今まで紙を的されてた部類のね、お守りが結構ボロボロ出ますんで、はい、ぜひね、回してみてください。スロット411なんで、両足系強化プラス5と更新を積んでおりますと。てか、このね、マカレンキン出たってことは、攻撃3弱得2のスロ311のやつ。あれ解禁してもいいかもしんないね。あのレベルの結構ボロボロ出てたんですよね。ということで、まあ、解禁するかどうかね、迷っているところです。はい。という感じで、スキルの方ですね、見ていきましょう。こちらと。まあ、今回もね、初見ということもあって、まあ、福間共鳴と恐竜小食。あっちはね、外してきておりますと。ということで、まあ、普通にね、上から、攻撃7、見切り5、竜属性強化5、回生の5、超過新弱点特攻と。で、まあ、今回のアップデートでね、ハンマーの属性がちょっと強化されたということで、まあ、快進撃属性とか、あとまあ、弱点特攻属性もね、まあ、下の方についておりますと。で、まあ、今回の、新スキルのね、シナジーとして KO 術をついておりますと。あと、まあ、初見なんで、気絶耐性と駆け抜けスライドもね、まあ、結構いいかなと思います。であと、鬼火まといもね、便利スキルでついてまして、今回ね、服まで入れられなかったんで、代わりに号外シュラーをつけておりますと。まあ、今回のアップデートで、防具のね、また上限が上がりましたので、まあ、これもね、使いやすくなってるんじゃないかなってことで、まあ、ついておりますと。まあ、剣女盤弱と、まあ、弱点特攻属性と。で、まあ、一応、シャガルマガラってことで、恐竜症ね、克服した時用に、最下転覆とかついております。あと、まあ、合身と、まあ、粉塵まといですね。まあ、ついておりますと。ということで、まあ、ちょっと行ってみますか。いや、どんな感じになるんだろうね。また怖えわ、開国服。行ってみましょう。レッツゴー。よっしゃ、行ってみましょう。いや、塔だからね、このデブドリーのマジでかいよね。あと塗り亀。塗り亀のマジでかい。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、まぁ、こういうのを回収していくわけですけど、はい。あと、ドーピングもしていこうか。ドーピングもしてって、いや、もう、ハテナになってるよ。もう未確認生物になってるよ、あいつ。シャガルマガラ、やばいっしょ。これもつけて、よし、行こうか。いやー、どうなるんだろうな。さて、いきなり音楽が鳴っていく。そして黒い。ゴアマガラと間違えそうなほど黒い。
とりあえず、とりあえず普通にしゃがる。よいしょ。まだか、まだスタンが取れないか。あ、やっちまった。これ肉質柔らかくなってるところで失礼。あっと高速か、高速技あんのか。やべえな、やべえぞ、やべえぞ。あい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 、一回回避しまして、あ、なんかよし、鬼火ダウン、鬼火ダウンなんだけどさ、これさ、ちょっと多分スタン取っちゃうからさ、まだスタン取れてないよね。よいしょ、オッケー。で、餅つきですね。まあ、今回のアップで餅つきがかなり強化されたということで、まあ、属性ハンマー歓喜な、歓喜な感じなんですけど、はい。お、ちょっと待って、復帰早くね、復帰早くね、やばくね、やばい、復帰が早い。どうしよう、どうしようっていうかあれなんですけど、いっていっていって、それ無理やん。はい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 、どうなっとる、どうなっとる。一回回復、一回回復していく。オッケーオッケー、脱粉ナイス、脱粉ナイス、よいしょイリュージョンしてやったぜ。いや絶対絶対あると思った。よいしょ、あー腕に吸われていく。多分ね、これ腕破壊したらダウンだから、まあ、ちょっと狙っていきたいところではあるんだよね。ナイス、よいしょ。でちょっとタメさんをしっかり当てていきたい。うんうん、やばいんじゃないの、やばいんじゃないの。寝た、よし寝ていく。一回研ごうか、一回研いで。そうだな、この九月シグモとか、あれ無属性か、なるほど。じゃあこれ取ってあげての、じゃあちょっと行ってみますかね。ナイス、頭破壊スタン、スタン、スタン餅つきですね、入れてあげましょう。でもこいつね、復帰早いんで、マジで早いんすよ。はい、タイコップのくせに復帰が早い。よいしょ、やばいんじゃないの。よいしょ、入れてあげて、これ爆発。うん、入んない。これ頭殴りたいんだけど、頭殴りたいんだけど、次の動きまでのね、リキャストっていうのかな、早いのよ早くてね、ちょっとむずいのよ。いや、しっかりここ拾っていかないと、ちょっときついところありそうですね。よいしょ、入れてあげて、で虫ね3体いますんで、4回ぶっ飛ばしますよ。4回ぶっ飛ばしてあげる。どうしようかな、ここら辺で行ってあげましょう。よいしょ、でまあここはね、インパクトクレーターですね、入れてあげましょう。よっしゃよっしゃ、いいよ、入るよ、入っていく。はい、入った、よし、危ねえ、間に合った。これは、これなんか、なんか色違くね、なんか色違くね、なんかあの貝克服のさ、貝、あ、じゃあ貝脈3回だし、3回あるし、貝脈動のさ、あのオレンジのやつちょっと色違くね。あ、スタンダー、スタンダーからの、一応角もね2段階破壊してと。よいしょ、ナイス。これは、これは、これ角ダウン、角ダウン、早い復帰早すぎ、復帰早すぎ。ここで殴れるのがシャガルのいいところなのに復帰が早い、復帰が早いよ。よし、イリュージョンしてあげて、どうだ、何かが来る、何かが来るなんだなんだ、柱動いてんの。おおおおおお、マダンって来たマダンって来たんだが、なるほど。でもこれ逃げ遅れるっていうのはなさそうだね。やばいね、やばいね、一回回復だね、一回回復だね。危ないね、脱粉していこうか。はい、離れるとちょっと危ないかもね、このなんか地雷が来るんで、ちょっと危ないかもしれない。ダブルで更新発動しちゃいました。か
からの、これは普通のしゃがると一緒かな。しゃがる、開脈で終わっていく。よいしょ。まあ、落ち着きいきましょうかね。2の、はい、3。はい、よいしょ。はい、入れていく。ここ。よいしょ。いいですね。待って。危ねえ。なんかあのギルクエのシャガル思い出すな、この動き。なんか突進からの殴っているところにあれね、あの踏みつぶしくるやつね。ナイス。おい、あ、やばいんじゃない、やばいんじゃない。あ、まあね、やっぱやばい、やっぱやばい。よいしょ、ここ、よいしょ、いいね入っていく、反射神経ナイス。これ爆発早い、やべ、一回回復からのスタンか、スタンか、スタンだ、スタンです。ちょっと遅れたけど、これ餅つき入るでしょうか。ギリギリ入る、ギリ入る、入るね。オッケー、素晴らしい。からの復帰狩りは、復帰狩りできそうもねえな。ちょっと腕に当たっちゃうけど、まあとりあえずいいか。よし、これ何、何何今の、はしゃぎすぎちゃってるよ。え撃つ指標官死んだんだけど、え、早くね。よし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 、なんかくれ。あ、大きい薬グレード、ナイス、開脈道解除。まあインパクトグレードいきましょう。よいしょ、いいですね。からのちょっと、もう一回、もう一回、もう二回寝かせて。お、寝た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 、寝ていく武器といていきましょう。からの、ここはインパクトグレーターっすね。で、曲が終わんないのがすごいのよ。素晴らしい。ノリじゃないな。あ、やべ、危ねえ。よいしょ、からの、よいしょ、出番が来た、出番が来た。えいえこれさ、これ危ね、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 危ね。回復ナイス、回復ナイス、からの危ね、よっしゃ、危ね、いっていっていって、なんだなんだなんだ、爆発、爆発食らった。あい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 からの、これなんか来るっしょ、なんか来るよな、なんか来るね。オッケー、その何段構えか知らんけど、何段構えか知らんけど、お前の連撃は大体分かった連撃入ってんのは分かった。からの、これあれだね、これあれだね、痛い痛い痛い、ま、マジマダンって来た、マダンって来ていく。からの、こっからだな。はい、食らった、よいしょ、素晴らしい。これさ、アマツのさ、転移無法だっけ、あのスキルレベル3つけるとさ、状態上治る、あの早の息ついてるやつ、あれ欲しいなあれ、あれつけてきたかったな。だがね、弾が出なかったのよ弾が出なくて、あぶねえ、あぶねえ、何これ、ええおいおいおい、サンブレイクの、サンブレイクのレーザービーム1位だぞお前喜べ喜べサンブレイクレーザービームついに1位になりやがったこいつ。あぶねえ、よっしょ。で、赤いんだよな、赤い、あの恐竜症発症しちゃってんのよあの支柱に勝つとか良かったかもしれんな。ここだから、これ当たんないのでアッパー入れていく。よし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 、開脈度解除、よしよし。これ3回目か4回目じゃない、ってことは結構もういいでしょうもうよしよし、青ゲージ出てるよ、青ゲージ出てるよ、右上注目、よし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 来てる来てる来てる。ここは、はい、
ちょっと焦りすぎた。ちょっと焦りすぎた。からの、ちょっと一回調合しまして、一回回復させていただきまして、よし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 、ナイス。あれ？俺これ取ったっけ？はい、飛ばされていく。うわ、ぶね、うぅ大丈夫じゃない。お肉靴いいんじゃね？頼むぜ。ここで、終わらせてくれ、頼む。来てくれ、よっしゃあ危ねえ。あ、でもこれさ、アマツより時間かかってないんだが。アマツ15分だったじゃん、初見。いや、シャガル初見11分、12分ぐらい、これ。いや、やばいな。一応、塔だったからっていうのはあるんだろうけど、結構ね、ギミックとか使えて、あれでしたね。よかったっすね。いや、普通にちょっと大きいんだよな。シャガルのさ、金冠一歩手前ぐらいの大きさあるよね、これ。やばいな。はい、ということで、天海竜の、素材と、これですね。天海竜の破壊力、来た。いや、白いんだ。いいね。かっこいい。あとは、これだよ。怪奇マカブラ。これあるんだよな。なんか新しいアイテム。マカ錬金で開花した素材の代用が可能な油と。あ、怪異マカ錬金使えるのか。いいね。まあ、11分ちょいとなりましたけど。いや、結構いい感じに殴れてたんじゃないかな。まあ、初見装備としては結構いい感じだったような気がする。いいですね。よっしゃ、装備見ていきましょう、装備。いや、いいのあんだろ？プラグマ？てか、かっこよくね、これ。やばくね？え？かっこよ。うわ。いいじゃん。ネフィリムとさ、フィリアか。フィリア混ざってる感じ？いいね。はい。いや、かっけえ。やべえ。耳尖ってる。マジ、打点しやがった、こいつ。ルシファーじゃん。ルシファー来たわ。ということで、スキルか。愛機、剣女、盤石、奮闘、匠、当店拡張、恐竜症、章。なんだこれは。これが専用スキルか。で、恐竜症、ショック、攻撃、弱点特攻。なるほど。恐竜症を克服すると一定時間、かきむしゲージが1ゲージ増える。なるほど。脳頭状態になると、短い時間で効果が解除されると。ちょっと待って。よくわからん。かけ虫ゲージ1ゲージ増えるってことは、虫取ってないのに3体いるとか、虫取ってた場合は4体使えるとか、そういうことも、もしかして。じゃ、インパクトグレーター2回使えるってこと？どうなんだい、そこのところ。ちょっと使ってみないとわかんないけど、これなるほどね。恐竜ショーと、このかけ虫がね、コラボしたという感じですね。いいですね。で、まあ、時間的にはさ、これ、レベル3で90秒やん。まあ、普通のフィールドでかけ虫取った時と大体同じぐらいの時間ということで、恐竜症を克服しただけで、この回収しに行かなくていいっていうのは強いかもしれん。んで、やっぱ例によってスロットの数はいいですね。スロット強いな、これ。足とかやばいやん。足強くねえか、これ。恐竜症関連全部揃ってるやん。やばいな。で、まあ、防御力とか、ちょっと犠牲にすれば、回連星でさ、442とか狙えそうで、いいですね。いや、このちょっとさ、銀色っぽいのいいよね。フィリアだと金色だけど、この銀色っぽくなってんのがね、またちょっとかっこいい感じで出てて、最高。素晴らしい。で、恐竜症召喚。ちょっと使いどころ難しそうですけど、使いこなせればちょっと面白いことができるかもしれんね。で、あとあれだよね、装飾品とか。恐竜症ショックの装飾品来た。ってことは、これ1個作っとけばいいのでは、もしや。あ、でもレベル4か。レベル4必要なのか。ちょっと重たい気もするけど。やっぱ恐竜症ショックはあれか。回連星でつけてあげるのが結構効率良さそうな感じはするね。あと、ま、今回のね、マカ錬金で、お守りも恐竜症ショックつけられるようになったんで、まあ、そこも、使っていけたらいいかもしんないっていう感じですね。はい、ということで今回は開国服シャガルマガラ初見討伐ということで行ってみました。いや、マジね、隙潰しがマジやべえ。
次の行動に移るのが早すぎるんよ。ギルクエのしゃがるまがる思い出す感じだわ、これ。やばいわ。ということでね、まあ、今回ちょっと行けましたけど、まあ、初見装備ということでね、まあ、今回紹介していったんで、まあ、ぜひね、まあ、これから挑もうかなって思ってる方、参考にしてやってみてください。ということで、まあ、今回のね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画面白かったら、チャンネル登録、高評価の方、励みになりますんで、よろしくお願いします。今後もね、サンブレイク楽しんでいきますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。